ほう、やることが書いてある。はい、ということで、あの探索もできるということになっています。はいはいはい、おー、あ、なるほど、なるほど。藤の花に囲まれてとても綺麗だったのに。これジャンプアクションもありながらどうですか、まずこの雰囲気ですけれども。すごい綺麗です ね山だ。夜のあの薄気味悪い感じがね、出ているでしょうというところなんですが、調べる。はい、これ鬼滅ポイントというものがあって、今オレンジ色に光っていましたけれども、はい、こういったものを集めることで宝章パネルというものがあるんですが、これを開放するときに、まあ使うポイントが貯めていくことができるということになっています。エリアの隅々まで探索して皆さん集めてみてください。はい、ほいほい、50ポイントニュースですね。お、お、お、なんだこれ、青いびっくりマーク出てたと思うんですが、あの、ほうほう、お、ほう、はい、宝章任務というものがあるんですけれども、青のマークでエリアだったり地図上で表示されるものなんですけれども、同じテーマの宝章任務すべてクリアすると宝章パネルを開放できるという仕様になっています。うんうんうん、はい、だからなんか二手に分かれてる。そうそう、二手に分かれてるので、まあどっちに進むか、どういうふうに探索を進めていくかっていう感じですね。じゃあ右、せっかくだから右を選んだ。匂いがする、人が恐れている匂い、興奮している匂い、それに鬼の匂い。鬼の匂い、お、来た、肩振りの人肉だ。おお、鬼だ。鬼です。いきなり二人やれるだろうか。いきなり二人、まあこのあたりではね、負けていただきたくないんですが、隙の糸というものがあるんですよ。うんうん、敵の体力を一定以下に減らすことで、うんうん、この隙の糸が見える瞬間があるんですね。うんうん、これを見たときに三角ボタンを押すと一撃でとどめを刺すことができるんですが、おー、すごい。あ、あとはさばきというものですね。こう相手の攻撃を何でしょうね、いなすというんでしょうか、うんうんうん、そういうアクションをうまく使っていくと華麗に勝負を進めていくことができるのかなと思います。Lスティックを素早く倒した瞬間にガードボタンでさばきの構えを取ることができますので、うんうん、もしよかったらちょっとチャレンジしてみてください。はい、わかりました。おお、避けられた。全然さばかない。やはりあるのは攻撃の、おうおうおう、いいですよ。はいはいはい、おお、お、あ、ちょっと早いか、タイミング合わせて。お、今の相手がちょっと光った時にうまくさばきを合わせると。なるほど、タイミングもあるんですね。そうそう、しかし滝壺の連打。ここでさばきです。あーあー、難しい。これ難しいでしょ。難しいタイミング。これですよ、ここですよ。ここだ。ちょっと早かった。難しい。そうなんです、これうまく決めるのね、本当に難しいんですよ。これ難しいですね。あ、スキルイト、あ、スキルイト。何すると、おお。何と言いながら鬼を討伐していくが、もう一体、もう一体いる。はい、さ、いなして、さばきたい。さばきたいね。さばきたい。ここです。あ、ここだ。うまい、さばいた。お、素晴らしい。やった、まだいける、まだいける。あ、もう一回。あ、いや、避けてますよ、避けてますよ。しっかりとコンボも決めていきます。相手が光った。あ、惜しい。そう、タイミングは分かってる。あ、ここ、ここだ。ちょっと早いか。あ、ちょっと早い。早いって、あと 0.5 秒とかなんですけどね。なるほど、いいですよ。やはり滝壺こそが最強。一回さばき、さばき、さばきたい。うわぁ。攻撃連射してるとなかなかさばけない。おぉ、ちょっと入った。 0.3 秒入った。あ、もう拾いと。拾いと。そうなんですよ、そう、さばくの難しいですね。そう、さばきが決まる。ほら、だからさばきが決まるとやっぱもう S ランクとかいきますよ。なるほど。うん、まあ、これはもうやっぱ訓練のね、あるのみといった感じですけれども。なるほど、この辺りも三つ股にね、道が分かれてますから。三つ股、どうしよう。じゃあまっすぐ。お、結構じゃあ広いんですね。そうですね。進めないか。進めない。別の道を探さないとな。じゃあ右。なんだこの腐ったような匂いは。危ない。はい、はいはいはい、匂いの探知、まあ、炭治郎は鼻が効くので、うんうん、この匂いの探知を使うことで目的の場所への道筋が見えるようになるんですが、うんうん、R2 ボタンを押すことでこの、まあ、匂いが視覚化されてプレイヤーにも見えるというような仕様になっています。なるほど、うん、はい、
早くもうボスを倒したいんだっていう人はこの匂いの探知を積極的に行っていけばいいと。あ、なんか人がいる。そうそうそう、無視なんですか？なんかまずはいはい、はい、思いのかけらということで、まあ、このポーズメニューの思いのかけら一覧からいつでも確認することができるので、はい、思い思いの時にこれを確認してみていただければなというふうに思います。これはほうほう、え、さっきの人、あ、いたいたいた。あの、どうしたんですか、落ち着いてください。バカ野郎、固まってると鬼に見つかるだろう、離れろ、向こうに行け。ひどく怯えて動揺している。落ち着かせるために離れた方がいいな。やっぱね、鬼殺隊になるって全然当然のことじゃないですもんね。そうです ね、 ね、鬼はやっぱ怖いですから。お、あ、また鬼戦です。ちょっとやっぱさばいていきたいですね。さばきたいです。あ、さばく、初手、あーちょっと、あー、ガードだったから今の。大丈夫だ。いいですよ、しかし掴み技もうまく入れている。あーと、ここは食らってしまう。水車に対して、でも相手もこうね、あの光ってる時はこっちの攻撃無視してさらに上から叩いてくるんで。なるほど、あれさばき、スティックをね倒すのがちょっとこうタイミングが難しい。あ、こうですね。そうそうそう、ああ、感じのじわりと HP が削れてきていますが、ここだ、うん、なんか違うのしちゃった、違うのしちゃった。さばきたいのに解放をする。ここです、ここです、ここです。ガードはできるんだけどな。うん、そして、あ、好きの糸、もう好きの糸が難しい。さばき難しい。さばきちょっと苦手ですね。うん、あ、しかし評価は A ですね。A だ、いい評価が来ています。さばきちょっと要練習ですね。そうです、やっぱこれあとは対戦プレーとかになってくると、やっぱもうさばきの数が明暗を分けるのかな。どうしたんですか、大丈夫ですか。わけわかんねえ。鬼にやられたんだろうか。それにしては傷が少ないような。え、変な奴が誰かに構わず襲ってきやがったんだ。わけわかんねえこと叫びながら。確かにそう離れていない場所におかしな匂いがする。おかしな匂い。鬼じゃない、ああ人のような。獣、獣といえば獣のような。なんだ、本当に存在感のあるキャラクターですよね。本当に、おお、これはいい声してんな。よくわからない変な匂いのやつがこの山にいる。さらに用心していこう。下手したら鬼より怖いですからね。そうです ね、 ね、誰とは言いませんけれども無差別ですから ね、 ね、あ、っこっちに行ける。そう、このタイミングで R2 とか使うと、ほうほう、あ、そうそうそう、あ、すごい、横スクリーン、ね、画面もね、縦だったり横だったりいろいろ入れ替わっていくところでまた鬼、今回もさばいていきます？さばく、あー、あれ、あ、まあ、すいません、水ぐるみを放っていく。お、ここだ、あれ今のは 0.4 秒早かったですね。もう一回いける、お、ガードは成功していますが、さばきではありません。難しいな、ここか、そう、そう、それがさばき、掴んだ、掴んだ、今のがさばきです。おー、これ2連で成功させたらもう物にしたと言っていいでしょう。もう一回さばきチャンスきますよ。さばきたい、ここだ、あ、違う、うわー、うわー、すげえ。すごい、戦いの中で成長している。評価 S です。 S、 やったー、これは今のは完璧でしたね。やったー、さばきからの隙の糸。ダメだ、この人はもう、いや、そうですよ、あともう少しだけ早くさばきが完成していれば救えたかもしれない命だった。さばき足りなかった、さばき足りなかった。うん、いや、飲み込みが早い。いや、ちょっと才能あるかもしれないです。来てますね、あ、お、あのシルエットは、あ、お、他の参加者だ。でも
妙におどおどしているというか。この色は。うわあ！なんだよ本当。ただの風なの？風なら風って言ってよ。もっとそういうのやめて。いきなり風が吹くとか。風にビビって。心臓が口から出てくるから本当に。グループに一人ぐらいこういう子欲しいですよね。欲しいですね。鬼がうろついてるし。なんなの？なんなんだよここ。なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの？俺嫌だって言ったのに。一人でよく喋るな。今度こそ出たでしょ。ああ行っちゃった。早いな。まあ、ここではまだやっぱ名前は明かされないですね。そうですね。出ただけなんだけど。参加者にもいろんな人がいるんだな。いや、いろんな人がいますね。炭治郎の許容量がすごいですよね。本当にお、あ、なんか人が走ってる。逃げていく。あ、もうね、物にしてますもんね。もう行けますよ、私は。砂漠。砂漠、得意技、砂漠。来い来い来い。早かったな、今のは 0.3 秒早かったですね。難しい。掴んだと思ったんだけどな。相手の鬼に言ってもね、タイミングがちょっとありますから。そうですね。早い早く来いめちゃくちゃ溜めるじゃん。そう、めちゃくちゃ溜めてくるね。あれ、ずらしだね、相手。ずらしですね。さばきたい。究極さばかないでね。あ、さばく、さばきたい。ここだ。あー、ちょっと。いや、どうだって今ロンドでも 0.2 秒差だったと思うよね。あ、捕まえてる。難しい。これは評価が心配だが、もう攻撃すらしない。さばきに行きたい。さばきに行きたい。いけるか。今だ。ここか。なあ、ほら。この鬼との相性は悪いですね。あれ悪いですね。ちょっとタイミングつかめないな。鬼ごとに相性があるのかもしれません。いや、ありますねこれは。これはソロプレイモード皆さんもプレイしてぜひともさばきをね決めていってほしいですよ。さっきできたんだけどな。